いや、あれなんよ、今日めっちゃ久しぶりに修練行ってきた。ちょっとでも、よかった。ありがとうね。今日配信やるためにバイク頑張った。疲れ。ちょうどお仕事終わったところで言いたい。あ、よかった。こんばんは。ニクミーさん、アイテムありがとうございます。ケンムリさんも、キャンパスアワードありがとうございます。キュッ。うん、朝も入ってもありがとうございます。こんばんは、うん、昼アンジュさんの、そう、いましたよ。一回匿名で、ビットルボックス投げてるんですよ。よしよしさん、アイテムありがとうございます。どこだろう、待って、キューちゃん、ラッキーボックスありがとう。待って、ね、あれ、待ってさ、リムジンさ見つからなくなっちゃった。どこ、どこなんだろう。めっちゃ修理連休とか羨ましい。どうしよう。マップさんもアイテムありがとうございます。あ、みずきさん、にむちゃんありがとうございます。一緒に来年、いや、あれない、行ってなさすぎて久しぶりに何杯行きました。ゆうやさん、卵かけご飯ありがとうございます。そう、匿名で一回投げて、でもなんか行ってもう一回投げ直しました。ひろみこさんはラッキーボックスありがとうございます。ほら、わからへん。多分大丈夫。ちょっと白い服にした。ごめんなさい。見つけたからちょっと。ちゃん、ありがとうございます、アイテム。OK。なんか、どうしようと思って、間違えて、匿名にしました。今日はどんな一日だった？今日は、いろいろ、何してたっけ、やることやって、でそれで久しぶりにダンスを踊りました。1ヶ月ぶりぐらい。だから本当にやばい、やばかったね。けむりさん、プリクマにありがとうございます。ちご山森さんもアイテムありがとうございます。ゆきさんもありがとうございます。お疲れ様、ありがとう。頑張る。じゃあ最近も本当に時間がなくて、なくっていうのもあれなんですけど、あんまり取れなくて。そうなんですよね。ツアリンさん、ミックマキスありがとうございます。ヤマさんもアイテムありがとうございます。ハレットさんもふたばさんもありがとうございます。そう、めっちゃいろいろと忘れてたのもあるし、ポジションも変わったから覚え直さなきゃいけなくて、頭の形がです。ありがとうございます。サトルさん、こんばんは。ハヤトさん、アイテムありがとうございます。ユキさんもありがとうございます。明日も早起き、時間無理の時は。そうなの、今ちょっとねバタバタしてる早めなんです。今バイト お疲れ様です。けむりさんもスラリンさんもいてもありがとうございます。あれなんですよね、ダンバトルの時と、セトリ違うじゃないですか。BBさん、卵かけご飯ありがとうございます。ヤミさんもアイテムありがとうございます。そうなんです、全然12連休やねんけど、予定の話いっぱいできるやなんでも。変わるよね。全然よ、これで買ってきた。
今日 B2 公演行ったけど、アイピョンめっちゃ可愛いよ。やっほポコポコさん、アイテムありがとうございます。こんばんは。多分今日は10時半から11時の間には絶対終わります。いけほの出るので劇場投げれない。ごめんや、めっちゃ待たせる。明日で最終、最終日。なんかメンバーみんな公演あって忙しいからね、自分出れないから。ひろみこさん、プチボックスありがとうございます。ゆきさんも入ってもありがとうございます。DM でゆっくり待つから、ありがとう。ほんまのプレイリストので、ほんまに？あれでも時止まってるやろ、めっちゃ時止まってると思うね。最新の曲ほぼないはず。明日最終日なのです。ほんまにめっちゃ供給量減る。明日も早起きだから早く寝た方がいいな。なんかポコさんもありがとうございます。ミクニーさん、ニトルボックスありがとうございます。ラミッツ初日待っての状態です。待って、ありがとう。なんで爆笑すんの、プレイリストにて。18、私の時止まってるか。ほんまによかった。おすすめの曲いっぱい送ってください。今日も登録してみました。ほなちゃん楽しいです。ありがとうございます。ミクニーさん、卵かけご飯ありがとうございます。そりゃそうやな、あのプレイリストほぼ自分の好みでしか作ってない。7月のサイダー好きなのめっちゃいいだった。ほんまにあの曲めっちゃ好き。こんばんは、ふたばさん、アイテムありがとうございます。じゃあ今日めっちゃ可愛い、ありがとう。ゆりやピースさん、エイジさんも ありがとうございます。アウェイさん、ミックマキースさん、ありがとうございます。同じような感じすぎてなるほどね。ミクニーさん、相手ありがとうございます。タワタンさんと笑ってたよ。トキさんいいですよね。トキミキさん、全部さん、ミクニーさん、相手もありがとうございます。可愛いくん、ごめんなさい、ちゃんと目が悪くて。去年解散しちゃって推しの曲一緒に、どこやろ。さやさん、ミックアキッス、ありがとうございます。いくら歌の耳が好きなのかった、好きですよ。え、兄さん、いつもありがとうございます。7月のサイダー好きなの、私はめっちゃ好きだから、嬉しい。いい曲よね。プレイリストの曲全然わからなかったです。保育の間の笑ったけど、そうね、移動中は聞くね。キューちゃん、プチボックスありがとうございます。コンタクトしてますよ、ちゃんと。アウスが入ってたの忘れた、ありがとう。あのプレイリストで行かないけ勉強してる。全然せんでいいのに。ゆきさん、アイテムありがとうございます。仕事しながらプレイリスト半分聞いてみた。どうやった？はやとさん、アイテムありがとうございます。ほーちゃん、やっほー。やっほー。ありがとうね。今日も来てくれて。プレイリストでまとめたから、これからほのかちゃんの好きな曲増やしていきたい。じゃあいっぱい送ります。ラブなのの後半の店長も好きすぎる。わかる。コンタクト、そう禁止やねんな、ライバーが特徴的。さやさん、ちょいよ、ありがとうございます。こんばんは、ねまさん、いつもありがとうございます。ポコポコさんも、ミックマキッスさん、ありがとうございます。昼ご飯はなんか鶏肉のなんかでした。
あんま分からへん。お母さんに何って聞いても鶏肉のなんかって言われたんで分かんないです。自分グーちゃんのプレイリスト勉強せ、 NLP 勉強しないといけないよな。してください。ヤマさん、相手ありがとうございます。今日も配信ありがとう。かわいい、ありがとうね。遅れました、全然いいですよ。タバさんも相手もありがとうございます。前眼科行ったらめっちゃ目悪くなってた。目悪くなりますよね、やっぱり。そう、鶏肉のなんかでした。わかんないんですよね、目悪いよ。あれ、もう場面に送ったね、メガネを。目がかゆ。丸山高信さん、相手もありがとうございます。海から8歳ぐらい経ったら8期生も SNS 解禁されるかな。わかんない。どんな味、どんな味、どんな味、全然わからない。どんな味、どう答えたらいいのかわからない。今日ピーマンの肉詰め作った。あの見た目、え、できんの。意外やった。今度僕も鶏肉のなんか食べてみたいです。食べてください。謎、うん、謎じゃないよね、名前が分からん。肉巻きっす、ありがとうございます。はなちゃん、こんばんは。スクショタイムか。スクショタイムね、何したらいいか分かんない。なおさん、肉巻きっす、ありがとうございます。エレムパー、こんばんは。鶏肉ですよ。のぶさん、相手もありがとうございます。一人暮らしの練習最近してる。あ、来年から一人暮らしだから。エレメントリムジ、ありがとう。目がかゆい。目がかゆいよね。目がかゆい。え、ほのくっちゃん。結構ダブルピースしてる。なんか何したらいいか分からへんからしてる。よくしてると思う。ミキさん、相手はありがとうございます。今後食レポあるから鶏肉、電子で鶏肉なんかしちゃって嫌です。許可本やばい。ね、カレーいいじゃないですか。マクドナルドが近くにない中居がされるから。自分もあるんかな、どうなの。微妙な範囲にしかないですよ。いいですよね、スクショタイム大体ピースしがちですよね。花粉症です。ノブさん、相手もありがとうございます。戻っちゃった、ちょっと待って、戻っちゃった。あった、お待ちしてましたよ。ありがとう、待ってくれて。スクショタイム多分コメントオフできるんですよね。できるんかな。できるんですよねとか言いながら、なんか変わったか分からへん。ヘロミコさん、相手もありがとうございます。横にスワイプしたら変わる？何も変わんないよ。なんかスクショした。あ、そうなんや。でもお母さんだから、普通にお母さんって言いません？今日は眠いから、おやすみなさい。そう、今年花粉症めっちゃ来たよ。あ、そうなんや、見てる側でできるんや。毎日楽しみにしてる。ありがとうね。配信終わってから送るから、いつ届くか分かんない。また来てしまった、ありがとうございます。スクショタイムね、何したらいい？スクショしたら大体事故がになっちゃうから、うん、あのめっちゃ事故が多いね。多分2枚に1枚絶対事故がやと思うで。全部母さんがしてくれるイメージになります。お母さん全部してくれる。シナモン、ハート、どっちなのやろ。
どっちがいいんやろう。山さん、アイテムありがとうございます。かわいい。ありがとね。食べないはずください。どういうこと？こういうこと？なんか変じゃない？まあ、一番好きなポチャックくんなんで知ってますよ。今、いいスクショ撮りました。よかったです。アンジュさんが、全然いいんですよ。コインが溜まってたっていうか、あったので、送りました。アイテム。全然お返しなくていいんですよ。本当に。ラジオが送っただけです。